さあ三欠ですね。先ほど惜しくも敗北してしまったこの両者シャルバング第8プラチナ、バングプラチナ、バングプラチナ、もう何もだねえよ。バングプラチナかどうなんでしょうね。ちょっとわかんねえ。パパ毒をつけたシャルバングだったが、ここでオーディオット。さあ、プレゼントちょうだい。プレゼントちょうだいではあるんですが、どうなんでしょう。スーパープレゼントはお世辞にも強いとは言えないんで、ハッピーマイカ。まあ、この持続ですよ。皆さん、怪しいなと思ったら、すぐにポタが多いっす。あのさ、今日のアホです。かわいい気にして。これはね、クーニョンも引いている。いつもに、ブルクサリー。しかし、ここでランキーがリバさんを流れる風鈴火山。泡が、危ない。泡が。さあ、変幻時代をこの武器楽しくなるから、ハッピーバイカで切り返している。いやもう、さあ、ここでアイテムを使い切った星村さん。ただ、ここでもう一度感じを回していく。さあ、どうしてやるかわせ。シャルバングエリアル持ってって、ここで何かのメニューだわ。2周回空しっかりしてる。しかしタッチシーンは拾えず、ミラクルジャンでここで強化プレゼントゲット。こうなるとプラチナ側のターンというか、それとうめえか。しかしさあ、シャルさんの判断を全て無理に気づかぬような強化プレゼント性能だったが、ここで外してたはずにして、これは惜しい展開で、シャルバングがまず1本取っていく。いや、やっぱ生きてりゃいいことありますよ。エボンのタモンですね。エボンのタモン、エボタマン。いやけど、エボンの政治、中心の人物大体知ってるんで、なんかもう今のジャパンなんて比べ物にならないほど腐敗して、もちろん腐敗してるんで、大丈夫なんですかね、あの国。とか言ってたらハッピーマイカで、ここはバットオーの最高点。これは繋がらないと判断したら、これジャンゲージャンゲーバット。さあ、ドラチナ最近こういう面白いのを結構身につかってきてるのか。おお、三振から泡、ドリームサリーセットプレー、ドラマティックサミンか。これ泡込みのドラマティックサミンは減っちゃうんでね、ちゃんとで、なんか泡出したら、まあ、こいつサミンやる気だなみたいな、ある種の決めつけも必要な気がしてくる。ただ移動投げっていう体裁なんで、ちょっと踏み込むんで、飛んでれば変わってるし、これに飛ぼうと思ってれば飛べると思うんで、ここからフライパン、これは超低空壁板から鉄壁板、フライパン、三振取りたり、お前フライパンに対してバーストして、なんだなんだなんだ、さあ、ビッグゲームを落としている。ビグリアン、ビグリアンからの三振、ビグリアンかわされて、ビグリアン打ち切っていく。さあ、ここでミラクルちゃんの SR バット、対抗するはフーリンカさん。そうだね、バット、うわっ、これ三球一気からのもう一発、第2号ホームランから殺しきれず、ホームラン三振、うまい三振じゃねえ、2尾。さあ、チフチプラチナ3位ですよ、おめでとうございます。じゃあ決勝光る白面タイム、ネムラティがお願い。今日の決勝戦、光るハグメンタイム、ネムラテイガー見ていきましょう。まあ、根本的な部分は全くと言っていいほど変わってないでしょうね。まあ、いつも通り、ここはバチロス完成をつけたオーバードライブで、安全に距離を離してゲージを回収していく。いや、全部見慣れましたけど、ハグメンのバックステも相当これ早いですよ。これは立ち入りにしっかり4人を差し込んでいる。プレーメーカー、ここで下段で崩してバーストを打たせる。うわ、しっかりしてますね。グレー、
さあしかし、徐々にラインを上げ切って、これは強化ロッパーじゃねえや、ハテエンパからのコンボに行きたいところ、ペッシャーがコンボを見せると、やはりウエンドスカイドが出がせ、しかし三振として、さすがにケイの体力ではまだ死なないでしょう、しかしダメージは4900と、十分すぎると1位、この辺ですね。うわー、なんだ、自分にカウンタこれを決めて、クレパッシュで締めて、さて、今のダメージ。さて、そして、上がって、固定を切って、ここでバスト。これだ。ヘアドライバー。西、なんでやねん。失敗ですかね。さあ、何を止まる？ジェネを通した胸村テイガーが、ここは一本取っていく。いや、 やはりね、満着満着と言いつつも何かが起きてしまうのがデイガスの一番厄介なところでもあり、面白いところ。これは冷静にいきたいから、め2、5、5、2、8、刻んでからの奥返し三振を生で当てる。さあ、シーコンドル、スパーゴールド、シンプル、これで差し込んでいる、確定でしょうね。さあ、じりじりとした展開。白面側はゲージが溜まるし、天下側もスタッフがあるんでね、まあ、じりじりする分には互いにうまみがあると言っていいではないかと思うんですが、まあ、個人的にはそんな中でもやはりゲージが溜まっていろいろやりな方でできてしまうという点で、結構白面側にじりじり勝手は僕はあると思うんですが、ここはスパーゴールドを通ってしまって、さあ、ここはトスで、ビドルはこの紫色の剣になっちまって抜けている。はい、と通常から振ってくる。ジャンデージドロー、このことアギトで殺して、さあ、2置きには付き合わないと、しっかり距離を離している。キャラハグメン、4D、4D、4D、グレン、よし、あーたるものの、これは距離が遠くてグレンがヒットしてない。さあ、ゴルト、しかし体力移動的には盤石なんでね、このゲームあんまり無理をしないでいきたいところ。しっかりエンパから安定のコンボで取り返してファイナルラウンドアクション。アケミ、これ、さあ、間違いなく OB をミスって慌てた結果がこれですよ。さあ、これは何かが起こる予感ですね。腹の幕開けとなったこの大差なんと、しかし逆転性に倒れたのか、光るはじめが対空しっかり落として、まあ、バスがなくなってもう排水の陣ということもありますが、引っかかってしまうスパンボルトで、あと1本だ。 2D ガメガシ、これはどうする。2置き3子、これはもうやるしかないと、強い選択肢、バンバコバンバコ振っていく。さあ、雪風も通していく。さあ、この高速にしっかり差し込んで、なんてやねん。さあ、チャージチャージチャージとスパーゴールドのためで、ガガ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 ガ、おお、鉄拳みたい。さあ、鉄拳のステストのこの攻防みたいなのをなぜか 2D 格闘ゲームでやっている。奥行きはない。もし差し込んで疾風が出る、疾風がやっと出た。ここで疾風まで続きて、本日の優勝は光る白面です。おめでとうございます。じゃあ光るさん、光るさん、なんか一言お願いします。見どころは貴様がそれをやるなら我は全力で、あの上の判定ね、すごい。さあ、今週の予選の感じはどうなっているんでしょうか。17日タイトステーション町田さんと、16日の土曜日がタイトステーション多摩センター、タイトステーション国分寺、17日がタイトステーション町田ですね。皆さん頑張っていきましょう。それでは今日はこの辺で、さよなら。